道路との末席で飲んでる菅の神様が、お前んところの氏子連中はすごいなって言われるような、そういう担ぎをしようじゃねえか。毎回毎回言うけど、肩が痛いとか、鉄が痛いとか、腰が痛いとか、そんな担ぎ手の言い分は一切聞かねえから、今日は一年に一遍の神様の浦和の見物だから、大いに思い盛り上がって頑張って担ぐのいいか。今日は披露したくてますから、初め3本、中1本、最後は3本、いつも通りでお願いします。それでは皆さん、いいですか。浦和の皆さんに見せつけてやりましょう。